久保磯久保磯む10月28日から1990年4月8日は、徳島県出身の剣道家、重剣道家、教育者、第2本帝国陸軍、この絵師団、野牛新影流、第11世、久竹勘道場第3代館長、剣道七段藩士、重剣道八段藩士、陸軍と山学校卒徳島県阿波軍、市場町出身、第2本帝国陸軍、 この絵師団所属。この絵師団では、中隊大隊連隊のいずれも重剣道1位の実績を残す。この絵師団が、全国の選抜された兵から編成されることを考慮すると、日本有数の腕前である。当時、この絵師団の剣道指南中であった、野牛神影流、第十世であり、第日本忠敬官道上官長の久保木八郎の目に、止まり、 娘婿として迎えられ第二日本忠敬官道場にて、野牛新影流を伝授される。その後、徳島に帰郷し、久武官道場第三代館長、野牛新影流十一代目に就任する。徳島では、久武官道場を切り盛りする傍ら、旧姓親中武道教授として勤務していた。太平洋戦争の敗戦後、武道は禁止され自らは、公職追放により、 旧姓を得中武道教授を解任される。武道禁止の間に多くの武道場が廃業に追い込まれたが、全日本剣道連盟や全日本重剣道連盟成立後は、石井中学、高浦中学の剣道部を設立し自ら武道教授を務め、徳島県剣道連盟では長年審議委員や理事、相談役を歴任し、スポーツ剣道の普及に尽力した。 徳島県重県道連盟では、長年新議員を務め時代と共に縮小していく、重県道を当時のまま伝える希少な人物として、一目置かれていた。上記以外の久保勇の業績としては、久竹官道場歴代官庁である、野牛新影流第9世、久保源次郎としを、野牛新影流第10世、久保木八郎より、野牛新影流や、それに付帯する。 野ぎ神影流武道神事を継承し後生に伝えたことである。久竹た道場第四代館長であり、野ぎ神影流第十二世である、久保隆は創生したため、孫にあたる戸村博に伝承した。現在でも、久保いが第三代館長を務めた久竹た道場は、徳島県のシンボルでありかつて武道信仰の本山であった県山に、江戸時代より続く、 武道神事や伝承型を奉納している唯一の武道場になっている。近年は、県山だけではなく、徳島県内では、阿波国和幸宮である大浅彦神社、徳島県外では、山城国一の宮である鴨御蘇神社、泉国一の宮である大鳥大社、香川県の白鳥神社など、武道信仰の厚い名車に、野牛神影流や、それに付帯する、 野牛新影流武道神事を奉納演舞している。ありがとうございます。